アシェルは旧約聖書の創世記に登場する人物。ヤコブの第8子でレアの女奴隷ジルパが生んだ第2番目の子供であり、アシェル族の祖。ヘブライ人の男性の名前で幸福な祝福されたという意味がある。新約聖書ではアスエルになっている。後に4男1女を設けて、ヤコブの臨終の際の祝福の言葉によってアシェル族の繁栄が予告された。 アシェル族は、アシェルの5人の子供たちを祖とする、イムナ族、イシュビ族、ベリア族、ヘベル族、マルキール族の五子族から構成されていた。アシェル族はモーセから祝福を受けて、ガリラヤ山地の西斜面から西に向かって、地中海に達し、南はカルメル山頂から、北はツロとシドンの付近に及ぶ平地を割り当てられた。東は、ゼブルン族とナフタリ族の相続地で、 南はマナセ族の相続地に面していた。アシェル族は地中海沿岸の諸都市のほとんどから移民族を追放することができなかった。デボラを助けなかったがギデオンの陣営には参加した。ダビデン王時代には兵士を派遣してソロモン時代にも行政区の一つになっていた。王国分裂の際には北イスラエル王国の創始者ヤロブアム一世に従った。 1722年の北イスラエル王国の滅亡後、ヒゼキヤ王の時代に、エルサレム神殿での杉越しの祭りにアシェル族の代表が参加している。新約時代、アシェル族出身の女預言者のアンナは、幼子、イエスキリストを見て喜んだ。ありがとうございます。